じゃあ早速視聴お願いします。はい、なんかあの設定があるんですよね。そうですね、今日はあの Unexo さんをご覧いただくのに、まあデバイスを使ってやりたいなと思ってます。なんとなく見覚えのある画面かなって思いますけれども、うん、じゃあちょっと設定しますね。まず Unexo さんを選びます。はい、では Unexo さんでドルビーアトムスで皆さんご覧いただくことができるんですが、まあ申し訳ないですけど少し条件がありまして、ドルビーアトモスに対応しているハードにつながってないとダメです。でもう一つはですね、 Unexo さんのアプリ、こちらの方から見ていただくんですが、こういったデバイスであったりとか、あと Android TV とかで、ね、見ていただけるかなと思います。で今のある画面だと何かアカウントを作らないといけないかなというふうに思われると思いますが、今回のミュージックエレメンツのオーケストラシアターに関して言いますと、登録しなくても無料で、ご覧いただくことができますので、ぜひ一度、まだご覧いただいてない方はお試しいただけたらいいかなと思っております。でドルビーアトモスで見るためには少しちょっと設定がいりまして、今これちょうど Unexo さんのアプリの初期画面なんですが、こちらをずっと左の方に降りていきますと、プレイヤー設定というのがございます。これ最初の初期設定がステレオになっていますので、こちらをこの Dolby Surround というのに設定をしていただきますと、 Dolby Atmos の立体音響で再生されます。はい、であとですね、どうやったらじゃあそれ探せるのっていう話なんですが、この検索っていうところにしていただいて、直接キーワードでミュージックエレメンツって入れていただいてもいいんですが、これ実はアイドル欄ですよ。選んでいただいてクラシックオペラに行っていただきますと割とすぐ出てきますので、こちらを選んでいただきますと、これで、再生ができます。じゃあ再生してみますね。はい、お願いします。